さんこんにちは、ソニンです。このキャッスルバニアはあの悪魔城ドラキュラシリーズの最新作です。 3D アクションに生まれ変わってプレイステーション2に初登場する話題のリチアクションゲームです。これまでのゲームにはなかった華麗でかつ力強い無知の動きを完全に再現。あなたは最強のヴァンパイアハンターレオンになり、無知や魔法、数々のアイテムを駆使しながらヴァンパイアを倒していく。最愛の恋人サラーを救うために、そこに悲しき運命が待っているとも知らずに。なんだ今の違和感は。11世紀のヨーロッパ、教会に全てを抑圧されていた時代、その時代ゆえに巻き起こる悲劇の物語。サラ、待っていてくれ。2D アクションゲームの代名詞である悪魔城ドラキュラがシリーズタイトルをキャッスルバニアと改め、 3D アクションの新境地を切り開く。まさかレオン・ベルモンド大将か。そうだ、レオン・ベルモンドだ。爵位は捨てたが、物語はシリーズの原点、愛深きゆえに全てを失い、愛深きゆえに信念を貫く、激しくぶつかり合う魂のレクイエム。ヴァンパイアか。知りたいのならかかってこい。守れ。永遠の闇と呼ばれる森にそびえるヴァンパイアの城、城内には異形のモンスターがひしめき、無数のトラップが待ち受ける。錬金術で鍛え上げられた無知と強力な聖なる武器を頼りに、レオン・ベルモンド、サラ・トラントゥ、リナルド・ガンドルフィ。キャラクターデザインにはその妖艶な世界観で好評を博す小島あやみを迎え、ゴシックでダークな世界観をより深く演出。ようこそ我が城へ。お初にお目にかかる。私がこの城の主、バルター・ベルンハルト。貴様だけは許さない。少し休むといい。なんだ。全ては一つにして無限を表す。汚れし魂は彼の心と一とする。望まれれぬ呪われし魂、汝の憎しみは彼の血が受けん。今無限の力となり一つとなる。これを持っていけ。玉座に続く扉は5体の魔物に封印されている。まずはそれを倒せということか。伝説に聞く石化の瞳を持つ化け物か。化け物、失礼な、粉々にしてやる。後に最強のヴァンパイアハンターと謳われるベルモンド。今より我がベルモンド一族は夜を狩る一族となる。謎の無知ヴァンパイアキラー。確かにその無知は完全ではない。そしてドラキュラ、
その秘密が今解き明かされる。まだ夜の力は満ちている。本当の恐怖というものを教えてやる。ならば夜ごと打ち砕く。キャッスルバニア。さあ楽しませてもらおう。ゲームの幕開けだ。2003年11月、新たなる伝説が幕を開ける。想像するだけでゾクゾクするわ。さあ一緒に楽しみましょう。無知、それは一度だけがやめられない禁断の武器。経験したことのない興奮が、感動が、そして運命があなたを待っています。怒涛の打ち詰め、プレイステーション2キャッスルバニア、11月27日発売。さああなたが無知を手にする時が来たようです。